大分市佐賀の関にあるふれあいカフェを訪れたのは、WHO の職員とラオスやフィリピン、バヌアツの保健省などの政府関係者合わせて10人です。一行は長崎県で開かれる国際会議に合わせて県内を訪れました。こちらの施設は住民同士の交流の場を作ることを目的に、大学生のグループと地元の病院、企業などが協力して今年2月にオープンしました。今日は運営に携わる学生が定期的にカフェや e スポーツの体験会などを開いて地域の高齢者と交流していることを説明しました。One of the practical examples is to the use of the students, which is something that we will go and try and use. We have a lot of students that also want to engage in voluntary work, and this is an area that we will also engage. So I'm very happy to learn from the students today through this experience. 一行は昨日、臼杵市役所を訪れ、高齢者が介護が必要な状況にならないための行政の取り組みについても視察したということです。